Hi, good job everyone. I'm Mao, 霊界大師。はい、ってのわけで、まあさっき鹿さんを、見た。まあそこから30分後ぐらいの僕です。なんかね、すごく景色はいいんだけど、すごく景色はいいんだけど、魚が全然追ってこない。あれ、オショロコマって結構寒さとか言わなきゃ、だから冷たい水には慣れてる方っていうか、なんかそういう体勢がある魚じゃなかったっけ。いや、そう、俺の腕が悪いのが全然ダメっすね。まあちょっといつもの川に戻って普通にニジマスやろうかなと思いますね。いや、そうだね、逆に支笏湖行くより逆に、いつも釣ってるところで釣った方が良さげですね。よいしょ。これ今のつけてるのがこうなんか4000円分の鈴ですね。500円の鈴だとガラガラ音するけど、なんかこう音がね遠くまで響かないね、やっぱね。俺はクマが怖くないと言っても、やっぱ危機管理は徹底しておかないとね。まあとか言って俺クマスプレー持ってないけど、まあこれスピナー一つもだって600円ぐらいするんで、まあ無駄に仕掛け無駄にするぐらいだったら、まあ勇気ある撤退の方が無難かと思います。この分かる、この落ち込みで何もないってすごいよね。この落ち込みで10回ぐらい投げて何も反応がないってことは、これもうダメだね。諦めます、この川は。多分雪代が増水が収まって6月7月とかだったらすごいいいのかもしれないですけど、まあここはまだ早いっていうのが、まあ、僕の今日の印象ですね。てなわけでまたお会いいたしましょう。じゃあね、グッバイ。